本番レース5号艇の山川美幸がピット離れ遅れまして、どうやら6コース回り、6号艇の瓜生正義が5コースからのレースとなりそうです。 SC モーターボート記念シリーズ最終日の丸亀でありますが、このレースの発売中に上空黒い雲に覆われ始めまして、現在雨が落ちております。しかし SG 戦士の生の迫力を水面際で見ようと、数多くのファンの皆様に集まっていただいております。丸亀水面であります。迎えるカードは前半のラストカード、第6レース一般競争アフター5レースであります。1号艇辻栄造、2号艇太田和美、3号艇岡崎康弘、4号艇中野二郎、5号艇山川美幸、6号艇宇流正義、以上の6選手の対戦です。絶好枠1号艇の辻栄造のインコース取り、2コースが2号艇の太田和美、3コースには3号艇の岡崎康弘、4コースが角位置となります4号艇の中野二郎、そして本番レースは5コースが6号艇の瓜生正義、サイアウト6コース回りが地元5号艇の山川美幸。3対3に分かれました。第6レース一般競争アフター5レースインから1番2番3番4番6番5番で今スタートしました。うちの2手、おーっと、これは際どいスタートが複数あります。ただ今のスタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番手2番手3番手決勝。お聞きのようにスタートでこれは大波乱となってしまいました。1号艇辻栄造、2号艇太田和美、3号艇の岡崎康弘、この内枠の3選手1番2番3番フライング変換欠場であります。従いまして1番2番3番に関する投票権全て変換であります。お捨てにならず大切にお持ちください。最終日の丸亀水面大波乱、1号艇2号艇3号艇この3艇がフライング変換決勝であります。先頭は6号艇の瓜生正義、こちらもコンマ01なんとか残りました。そして2番手5号艇の山川美幸、3番手が4号艇の中野二郎、6番5番4番でこれより確定最終周回に入っていきます。なおこのカード1号艇辻栄造、2号艇の太田和美、3号艇の岡崎康弘、1番2番3番がフライング変換決勝となっております。従いまして1番と2番と3番に関する投票権全て変換となります。お捨てにならず大切にお持ちください。またこのカード不成立となる掛け式もございます。全ての投票権お捨てにならず確認の上大切にお持ちください。先頭6番ウリュウゴールイン、2着5番山川ゴールイン、3着で4番の中野ゴールインです。第6レースが終了となりました。勝ったのは6号艇の瓜生正義選手、2着は5号艇山川美幸選手、3着は4号艇の中野二郎選手が入りました。第6レース1着6番2着5番3着4番の確定です。フライング艇が3艇、はい、相当早いんでしょうね。そうですね、